祖国のために戦いますかっていうね。で、桜井さんのツイートが炎上してましたからね。そうそう、結局その、はい、あれは桜井さんがこのアンケートそのものは、はい、国際的なですね、そういう調査組織がですね、まあ、本部はスイスにあるんですけど、はい、その組織が何年だっけな、これ2017年から20年に79カ国を調査して、国のために戦いますかっていうその、アンケート調査をしたら日本が最低だったと、うん、戦いますのが 13.2% で、わからないが 48.6%、戦いませんが 38.1%、うん、例えばアメリカだったら、59.6% が戦いますだし、うん、韓国は 67.4%、 台湾は 76.9%、 中国は 88.6% です、はい、ベトナムに至ってはですね 96.4% が、ね、はい、国のために戦いますとこういう答えてるわけです。その中であまり低いんじゃないのということが、まあ論議になったんですけど、これは新聞でもこれ記事にもなりました、はい、だけどその織田邦男さんが、はい、元空将ですけど、はい、麗澤大学で講座を持っていて、はい、うん、その軍事を主体とした安全保障の講座を初めて持ったんですね、はい、で、まあ、1年生から4年生誰もが出てもいいんで、2022年の時は75人だったんだけど、23年の前期は188人、後期は315人まで増えました、うん、要するに安全保障の講座日本の大学で やんないわけですよ、はい、あるいは軍事に関することとか、はい、それを初めてやったと、はい、そしたらそのなんだろう、結果がですね、要するに初めはですね、ちょっと待ってください、あれ、授業100分の授業14回やったら、学生たちの初めはその戦いませんが多かったんだけど、うん、やったらですね、戦いますっていうのが増えたわけですよ、はい、要するに学生たちも全然ものをその安全保障に関して教わってないから、そうですね、そのなんていうか、まあわからないというかね、そうですね、関心がないというか、いやいや、そうだと思います、うん、だからその、はい、これをまあやってみたらですね、はい、かなり変わったわけですよね、はい、答えの数が、だから要するに学生88人に最初2023年の前期講座の初めに学生188人に国のために戦いますかと質問したら、はいと答えたのが 15%、はい、だからこの国際アンケートとあんまり変わらないぐらい、はい、ところが講座の終わりにまた同じ質問をしたら 78% の学生が戦いますと答えたんだよ、はい、ね、はい、だから要はその知らないし関心もなかったけど、うん、はい、改めてその安全保障とか軍事問題とかをこう教えてもらうと分かってこういうことになるわけですよ、はい、だからまあ知らないから日本の場合は、ね、そうそう教育してないから、そうだと思います、中学でも高校でもそんなこと教えないから、はい、大学でも教えない、はい、大学はまあ選択で少しはあるんですけど、はい、教えないからね、だから知らないからこうなってるんで、はい、それをそのでそのことを桜井さんがまあ書いたわけですよね、うん、ご自分の会員向けのコンテンツでね、はい、それを取り上げた、そしたらもうとにかくめちゃくちゃ批判のですね、はい、あれが来てですね、うん、大変だったんですけどね、はい、まずお前が銃を持って戦闘を切って戦いに行けとか、そうお前が銃を持って戦闘を切って戦いに行けとか、はい、人の命を軽んじるなとかね、はい、老人が若者を煽ってはいけませんとか、うん、自分は戦場に行くもない人間がこういうことを言うんだとか、はい、これまあどういう人たちが言ってるのかは分からないんですけど、はい、そうですね、そういうのがまあとして桜井さんもちょっとへきへきしたんですけど、はい、それでまあこの対談をね、うん、やっていただいて、だそういうことなんだよね、はい、で日本でおかしいのはその日本の学術会議なんかもさ、日本の大学ではそういうことを教えないと言ってるくせにさ、はい、その学術会議の先生たちはさ中国から招かれてね、国防して大学の7大学なんか行って抗議したりなんかして、そこでは教えてるわけですよ、はい、で何なんだとこれ、はい、うん、
ダブルスタンダードもいいとこだと、桜井さんは怒ってるわけですけど、うん、はい、若い人たちは日本で、まあ、平和な日本しか知らないから、はい、国家っていうのはその永続する存在のように考えがちですけれど、うん、そんなことはありませんと、うん、これは折田さんが言ってるんですけど、うん、この200年を振り返るだけでも滅んだあるいは併合された国家は51カ国もあると、うん、国家の死亡率を計算すると 25%、うん、かなり高い確率で国はなくなる可能性があるんだと、はい、国防をちゃんとしっかりしない限りは、これはすごいデータですよね、守っていかない限りは、はい、うん、だってウクライナだって今どうなるか分からない、分かりませんからね、はい、これそれは台湾だってね分かんないしさ、はい、だからそれはそのちゃんと自分のところで守んなきゃダメなんだと、うん、先の大戦で米軍は沖縄上陸に18万の兵員を投入しましたと。台湾の面積は沖縄の約15倍ですから、単純計算で台湾上陸作戦をするために270万もの兵員が必要になると、うん、まあこれはあの、中国にそんなあの大量の兵士を上陸させるあれがないから、はい、うん、できないだろうと、まあ、折田さんは言うんですけど、そういうことをちゃんと考えないとダメだと。中国は基本的に力の信奉者です。で、三報堂に行ってる時にですね、亡命してた中国人と知り合いになって聞いたらですね、中国は2人のカールを愛する国だと、うん、1人はカール・マルクス、もう1人はカール・フォン・クラウゼウィッツ、はい、クラウゼウィッツは戦争論というもので、はい、戦争とは政治目的を達成するための手段であると、はい、いうことをはっきり言ったですね、うん、まあ人ですけど、なかなか面白いこと言うなと思って、はい、だけど本当にそのなんでそういうことをその教えないのかね、うん、そうですね、ものすごい大切なことのはずなのに、はい、岩田清文さんはあの自衛官靖国参拝と愛する一人の言葉っていうんでね、正月に自衛官がですね、靖国神社にお参りしたっていうんでね、はい、あの毎日新聞をはじめ避難してですね、はい、結局あの、そのこと自体で罰するわけにもいかないんで、要するにあのなんだ公用車を使ったというようなくだらん理由でですね、はいはい、あのまあ、罰せられたというか、うん、なったんですけど ね、 あのね、くだらない話ですね。そうくだらないんです、靖国神社にお参りするのは当たり前だろうと、うん、その先の大戦をはじめですね、246万6千夜柱がですね、はい、その祀られてるわけでしょ。で永久戦犯、永久戦犯って言うけどさ、うん、これももう再々言ってるからもう、はい、分かってほしいんだけど、うん、永久戦犯に関しては国会が昭和28年に戦犯赦免を全会一致で決議、はい、政府は永久を含め禁止した受刑者の遺族にも遺族年金を支給してた、支給してきたと。そうです。他国の干渉に迎合せず日本自身の立場を尊重すべきとの主張だ。これをもうその昭和28年にやってんですよ。そうです。だから永久戦犯いないんですよ。そうなんだよ、はい、だから別にあの、まあ、永久戦犯が祀られたってお前していいと俺は思うけど、はい、実際そうじゃないんだもんね、はい、だからこの本当にあの異例のあり方、はい、平田さんは自分もまああのなんていうか体感したらですね、あのお参りに行くし、はい、死んだ時には靖国神社に祀られ、はい、ま、あの祀られたいというふうにまあご本人も言ってますけどね、はい、うん、自衛官がやっぱり靖国神社にね、うん、巡視した場合、靖国神社に祀られないっていうのはおかしいですよね、うんうんうん、そうなんだよ、はい、靖国神社には祖国もあるという亡くなられた方々の御霊を祀る 場である。そこには日本人として戦い亡くなった台湾や朝鮮半島出身者で大東亜戦争を終結にいわゆる戦争犯罪によって処刑された方々なども含まれる。身分や勲功の区別なく国のために戦ったという一点において共通していれば一律平等に祀られることこそ死後その魂は永遠にこの世にとどまり国や地域などの場所で守り神となるという悠久の歴史の中で伝わる日本人の伝統的信仰に即すものだと、はい、もうこれに尽きるよな。そうですね、うん、もう本当で岩田さんは最後にですね、例の宮古島海域でヘリが落っこってですね、はい、殉職したね、はい、その自衛官たちのですね、うん、追悼式があったんですが、はい、これ10月21日に、はい、これは木原さんとか木原防衛大臣とか岸田さんも行ったのかな、はい、行ったんですね、行ったんですよ、はい、その時に最後に、うん、その亡くなった
坂本陸将のですね、はい、夫人がね、はい、挨拶をされたら立派な挨拶なんだよこれが、はい、これ本当にね、岩田さんも泣いたって言うけどこれ読むよな、うん、本当に泣きますよこれは。俺読んでると泣きそうだからちょっと嫌なんだけど、はい、国立堂家族は皆大切な人、まあ、ずっと会ってね、はい、国立堂家族は皆大切な人を突然亡くしました。その大切な人は誇り高き自衛隊員であるとともに良き家庭人でもあります。家族をとても大事にし、家族それぞれにとっても彼らは大切な存在です。大事な息子であり娘であり、頼れる兄弟姉妹、愛する夫、尊敬する父、そして心を通う友人であります。突然の別れにより今私たちはそれぞれがいろいろな思いと向き合っています。悲しみや憤り、混乱、不安な気持ち、この挨拶を考えているとき思いました。このまま失ったことを悲しみ続けるのではなく、彼らが残してくれているものを大事に見つめていきたい。そして過去に一緒にできなかったことを悔やんだり、これからできないことを嘆いたりするのではなく、今まで一緒にいられたこと、できたことを喜びたい。これがね、自衛隊員の、まあ、奥さんの思いなんだよな。これもっと、これは今の言うならごく一部なんで、これをぜひですね、はい、皆さんにも読んでいただきたいと思います。そうですね、これ岩田さんの素晴らしいね、はい、文章でした。はい、さすがに、だから本当に政治家もどんどんお参りしてほしいよな。そうですね。何を恐れてるのか分かんないね、はい、この特集はいいですね。いい特集ですよ。いい特集でした、うん、はい、我ながらいい特集だと思う。いや、自画自賛してるんですよ。これは本当にいい。こういうことをね、こういうのがね、うん、雑誌の力ですよ。そうなんだよな、はい。